しては頭が揺れていない。そして忽然と消えてしまう。台湾の監視カメラに映った女性の霊、その女性の霊はインターネットを通じて海を越えて我々に助けを求めたのだろうか。そして今も彼女はインターネットの中をさまよっているのかもしれない。